こんにちは、眼科専門医の平松です。今日は目を温めるホットアイの方法として、まあ、いわゆるホットアイマスク、まあ、そのままの名前なんですけども、まあ、こちらの紹介をしたいと思います。まあ、こんな感じで一つについて一個の包装で入っている商品です。ですから、まあ、非常に使い勝手もいいですし、持ち運びに便利というのがこのいい点です。一方で悪い点としては、まあ、それなりに費用がどういうものか開けてみていきます。こう開けますと、まあ、こんな感じになっていまして、少し開いて、まあ、目に当てる場所、そして耳にかける場所があります。ですから耳にかけて使えるので、座ったままであったりとか、まあ、普段の生活の時のちょっとした時に使える、または仕事の現場でも使えるというのが非常にいい点。このようにホットアイをすると涙の状態分泌も良くなります。そうなると、いろいろな仕事の作業効率が上がったり、人との人間関係が良くなるように、見た目が良くなるということ、そして、まあ、化粧のノリが良くなったりということもあります。人によっては肩こりや頭痛の原因もこれで解除できることもありますので、ぜひやってみていただければと思います。役に立つ情報を配信していきたいので、こちらの登録ボタンを押していただければそれが見れるようになります。スマートフォンの方は下にある欄から登録をしていただければと思います。